日産 RB エンジン日産 RB26 デッド RB26 デッド型エンジンは日産自動車が開発、製造していた直列6気筒ガソリンエンジンである。RB エンジンの位置形式であり、総排気量は2568立方センチメートル、バルブ数は24バルブで2機のターボチャージャーで下給される。シリンダーブロックは中鉄製。 乾燥重量は 255kg。RB26D という名称は、レスポンスバロンス 2600ccDOHC、エレクトロニックツインターボの英字の頭文字を取った言葉である。市販車に搭載されるエンジンとしては、珍しいタレンスロットルを搭載している。スカイライン GT-R 用のエンジンとして開発され、BNR32 型において初搭載された。 その後も BCNR33 型、BNR34 型とフルモデルチェンジするも、継続的に搭載され、ステージアの特別グレードにも採用されている。r b 2 6デッドは、開発当時、グループ A 車両で戦われていた全日本ツーリングカー選手権での勝利を目指し、スカイライン GT-R のために開発されたエンジンで、レースを戦う上で最も有利な排気量を求めた、結果、 2.6リットルという排気量となっており、ライバル車種の今後の進化の度合いを詳細に分析し、最高出力を600バリー機と定めて、開発を進めていった。ベンチマークとされたのは、フォードシエラー RS500 である。当初はラインナップに存在した V6 の VGK エンジンか、磁気6の r b 系の選択肢が存在したが、VG エンジンはターボ化による、 吸排気系のデザインや問題が存在したため、RB 系の採用となった。完成した量産エンジン試作機のベンチテストでは、目標の三百 p s を上回る三百十五 p s であったが、発表時には、自主規制により二百八十 p s と交渉された。スカイライン GT-R 発売前には、ドイツにある世界一過酷なコースとも言われる、ニュルブルクリンクへ外装シルビアに偽装した。 テスト車両を持ち込みテストを行っている。開発グループには地震があったものの、当初は油温、水温ともに完全にオーバーヒート状態となり、最終的にタービンブローをキスする。開発を担当したダークショイスマンもかなり難儀した。その後も改良を重ねるものの、このテストにより RB26 の持病とも言える強いアンダーステア傾向が如実に 浮き彫りとなる。原因として、フロントヘビーな重量配分とアテーサ ETS の煮詰め不足が起因していると開発陣は考えていた。自動車税が 3L と同じになってしまう 2.6L という、日本の市販乗用車としては中途半端な排気量となった理由は、前日のレースのレギュレーションと深い関係がある。スカイライン GT-R が参戦を予定していた JTG では、 排気量ごとにクラス分けがされ、そのクラスごとに最低重量とタイヤの最大幅が決まっていた。また、ターボチャージャーなどの下級機を装着しているエンジンの場合、自然吸気エンジンに対するハンディキャップとして、総排気量に下級係数の1.7をかけた値を参戦車両の排気量として扱っていた。これにより、常実の理由により RB 系が採用された際、 より排気量の小さい RB24 をショートストローク化し、排気量 2.35L に改めたアボチャージャーを装着したものを搭載する予定だった。しかし、同時に採用が予定されていた、電子制御とルックスプリット 4WD のアテサイ、TS により、FR である、ベース車両に対し 100kg ほどの重量増加となる、ことからも、軽量化しても点零 l クラスの最低重量を、 かなり上回ってしまう上、目標にしていた 600PS の出力に、このクラスのタイヤ幅では対応できないと判断した。そのため一つ上の 4.5L クラスでの参戦を選択。さらに、富士スピードウェイで行われていたインターテックで、1986年にジャガー x j s が1分35秒615を記録。これにより、 同レースでのラップタイム目標を1分30秒以下と定めた結果 2.4L では能力不足であることが判明したため 2.6L 化させることとなったところがピストンへのサイドホースの関係上ボアとストロークの拡大を安易に行えなかったため同期のボアを 86.0mm に拡大ストロークを 73.7mm に延長して 2.6L 化させた結果 2568cc という中途半端な排気量となっている。ありがとうございます。